皆さん、こんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。超音速で飛行する旅客機といえば、フランスとイギリスで共同開発したコンコルドですよね。ニューヨークとロンドンを4時間56分で結ぶマッハ2級の超音速旅客機です。このコンコルドのプロトタイプは1969年に初飛行し、1976年に運用が始まりましたが、コストが高いこと、騒音やソニックブームによる環境破壊の問題などで100機以上製造される予定が次々とキャンセルとなり、最終的に16機しか作られませんでした。我が国の日本航空も発注していたのですが、最終的に運航したのは開発国のエールフランスと大英航空だけで、もちろん大赤字です。以降、この失敗がトラウマとなり、超音速旅客機の開発は中断され、時代は大量輸送時代に突入。夢の旅客機、コンコルドは2003年に引退してしまいました。昨年、新しいエアフォースワンのニュースが報道されました。エアフォースワンとは、ナイキのスニーカーではなく、大統領専用機のことで、これまで30年間使っていたボーイング747-200型から一回り大きくて近代化された400型に変わります。デザインも一新されるようですね。もう一つのニュースはこれです。ベースとなっているのは、カリフォルニアの新興会社、エキソソニックが開発中の31人乗りの超音速ビジネスジェットです。この飛行機は、巡航速度マッハ 1.8 の低騒音超音速ツインジェット機で、これに目をつけた軍と、大統領及び行政空輸管理局は、エキソソニック社と次期大統領専用機としての開発契約を結んだのです。そして、今回、この開発が、順調に前に進んでいることをアピールするため、内部のデザインが公開されました。開発中のエアフォースワンのインテリアが公開されることは異例なことです。専用機は、エキソソニックが構想している31人乗りの原型機をストレッチした70人乗りタイプです。見た感じ、機体の大きさは、コンコルドと同じくらいですね。豪華な革、オークやクリスタルをあしらった備品、仕事や休憩のためのプライベートスイートを備えたビジネスジェット機の究極の形とも言えましょう。しかも、巡航速度は既存の飛行機の2倍です。エキソソニックの内装を担当するステファニー・チャハン氏は、CNN にバーチャル説明会を行った際、現状では利用できなかったり、商用機やビジネス機では、まだお目にかかれなかったりする新技術を実装する予定だと語りました。プライベートスイート2組のうち、1つ目は3人用の会議室となります。VIP やスタッフがインターネットを利用し、メディア対応を行えるよう、セキュリティ対策を施したテレビ会議室を備えています。回転式の座席は、木製フレームに革張りという仕立てです。ビデオモニターは、折りたたんで保管可能なため、備え付けの棚の上に、食器やプレゼン装置のスペースを確保することが可能です。チーフデザイナーのチャハン氏は、同乗者が大統領であれ、副大統領であれ、ファーストレディーであっても、非常に柔軟に対応できる、と語っていました。二つ目のスイートルームには、水平に倒せる座席や、高さの調節が可能なテーブルが設置されています。上級スタッフが協力して働いたり、休息を取ったりするのもこのスイートです。さらに、ビジネスクラス席20席を備えたメイン客室に加え、2つの調理室、トイレが2カ所、広い荷物置き場もあります。現代の航空機デザインの流行を踏襲し、座席の背もたれには、従来のような座席裏のモニターではなく、個人の電子機器を置くスペースが設けられています。チャハン氏曰く、客室のデザインは、スピードに定評のあるハヤブサに触発された。ハヤブサの動きと美しい外見の両方に着想を得た。と語っていますが、これはアメリカ国民のため、迅速に効率よく仕事をこなせっていうことですよね。ちなみに、初代エアフォースワンのインテリアデザインを担当したのは、この人のお嫁さんです。エキソソニックは、スピードだけではなく、約8000キロの航続距離を誇っています。騒音低減技術のおかげで、地上の住民を驚かすことなく、音速の2倍近いスピードで、陸地の上空を飛行することが可能であるとしています。エキソソニックの CEO ノリス大使は、世界の高速旅客輸送の未来は、低騒音の超音速フライトにあると説明し、騒音を抑えることで、地上の人に迷惑な騒音を響かせることなく超音速飛行を楽しめると語りました。マッハ 1.8 は時速にして約2222キロ。これは長距離商用機の通常の巡航速度の倍以上となります。大使は CNN の取材に対し、同社の超音速機は2030年代半ばまでに空を飛ぶ見通しだと明らかにしました。大統領機の機能は必要に応じて変化するのですが、この機体は主にエアフォース2として使われる可能性もあると言われています。アメリカ空軍や大統領行政府から投資を受ける航空業界のパイオニアはエキソソニックだけではありません。ジョージア州アトランタに拠点を置く航空宇宙企業ハーミアスも大統領専用機の投資を受けています。同社では、定員20人で、巡航速度マッハ5の極超音速機の開発に取り組んでおり、実現すれば、ニューヨークとロンドンを約90分で結ぶことができます。この新興企業は、昨年3月、アメリカ航空宇宙局 NASA との提携も果たし、同社がゼロから設計したマッハ5を実現するためのエンジンのテストに成功しました。ハーミアスの共同創業者で、最高執行責任者 COO のスカイラー・アシュフォード氏は CNN とのインタビューで、我々は従来の飛行機よりも早く安価な高速機の開発を目指しているとし、さらにマッハ5のエンジンの試作機をわずか9ヶ月間で開発し、開発コストも200万ドル未満に抑えたと述べました。日本円に換算すると2億1000万円ちょっとですよね。ハーミアスのメンバーの中には、実業家、イーロン・マスクの民間宇宙開発企業、スペース X や、アマゾンの創業者、ジェフ・ベソスが設立したブルーオリジンの元従業員が含まれています。若い4人の創業者は、いずれもジェネレーション・オービット社の出身で、極超音速ロケット機や X プレーンの開発に携わった経験を持っています。アメリカ空軍などとの契約は、エキソソニック、ハーミアスの両社にとって大きな飛躍と言えますが、コンコルドの苦い経験を持つロンドンの専門家は、ハーミアスのプロジェクトについて警鐘を鳴らしました。ロンドンインペリアルカレッジのポール・ブルース教授は、イギリスでスクラムジェットと呼ばれる高度なエンジンを使って、実験的に小型機を極超音速で飛ばした経験を持つ人物で、旅客機の極超音速飛行の実現には、まだ、かなりの時間がかかると指摘しています。また、さらに大きな問題は開発資金や環境問題だろう。飛行機をそれだけの高速で飛ばすには膨大な量の燃料を燃やす必要があり、低速で飛行するよりもはるかに燃費は悪い。それでも超高速機の市場があるなら、我々は間違いなくそのような超高速の飛行機を開発するだろうと述べました。そんな市場があるのであれば、現在、コンコルドの後継機が世界中で飛び回っている、無駄な努力はやめなさいってことを言いたいのですね。一方、ハーミアスのシュフォード氏は CNN とのインタビューで、大統領を極超音速で輸送することは、同社が全力を注ぐ目標ではないと強調しました。シュフォード氏は、マッハ5のエアフォースワンの可能性には非常に興味があるが、向こう数年間はアメリカ行政府の支援に注力するとした上で、高速機の開発だけが目的ではない。我々が目指しているのは、アメリカが高速飛行の分野のリーダーとして、確固たる地位を築くことだ。と付け加えました。この飛行機のプロトタイプは、早ければ2025年に飛行試験を行う予定です。政府からの予算が凍結されない限り、これらの飛行機は実際に空を飛ぶことでしょうね。冒頭でも話しましたが、現在のエアフォースワンは、ご覧の B747-200 型で、今後、新しい400型に機種変更し、2050年まで使われる予定です。この巨人機に大統領が搭乗する際は、バックアップと影武者の役割を果たす、エアフォース2のコールサインを持った専用機が常に随伴し、場合によっては、エアフォース3も連なってお供をしています。発表では、新しい超音速機がエアフォース2として採用されるとしていますが、時速1000キロで飛行するエアフォース1に随伴するのですから、なんだかちょっともったいない気がしますよね。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。第2メインチャンネルと Twitter もチェックしてくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。